このチャンネルでは過去にいくつか幽霊やオカルトを扱ったスレを紹介してきた。だが、本当に恐ろしいのは、幽霊やオカルトなどではないと私は思う。そう、本当に恐ろしいものは。勝手に書いてくよ。はーい。俺のスペック、かっこ当時、175センチ、62キロ。顔は普通だと思う。趣味将棋、アクアリウム。彼女いない歴イコール年齢。友達も少ない。じゃあ書かせてもらう。当時俺は大学生で一人暮らししてたから金がかかったんだ。かっこ仕送りも少なかった。で、バイトをファミレスとかコンビニとかやったけど家庭教師って結構金いいのに気づいたのよ。でも家庭教師ってサイトに登録とかいろいろ面倒じゃん。だから俺は近所に許可もらってビラを貼らせてもらった。確か中高生に英語と国語教えます。1時間3000円、連絡先〇〇ってな感じだったと思う。なぜ、ビラを貼る方が面倒でないと思ったのだろうか。これをしなければ、この後、会員に巻き込まれることなどなかっただろうに。それで、数日経ったある日に電話がかかってきたのよ。中年のおばちゃんぐらいの声質だった。ビラを見たんですが来ていただけますか?とか言ってたな。話を聞くと息子に勉強を教える人を探してたらしい。毎日来てほしい、1日4時間お願いするとのことだった。俺はマジかよ、1万、2000円だやったぜとか思ってた。バカだったと思う。1日4時間毎日頼む時点でおかしいと思うべきだった。次の日から早速来てほしいとのことだったので次の日から行った。夕方、かっこ5時ぐらいだったかな?から4時間やるので飯を早めに食って家を出た。言われた住所のところに着くと古くて小さな家がポツンと佇んでいた。時間帯も時間帯だったのでなかなか怖い雰囲気を醸し出していた。まあ仕事だから、と恐る恐るチャイムを鳴らした。すると、電話と同じ中年のおばちゃんの声がしてなぜか安心。ドアを開けたおばちゃんを見て俺は言葉を失った。フケだらけの頭。どす黒く目元にあるクマ。似たあっと気色の悪い笑顔。一瞬で帰りたくなったがまだお金の方が勝った。どうぞ上がってください。お邪魔します、と言って上がった。声が震えてたと思う。お子さんはどちらに?と聞いたらこっち、遠くの部屋に通された。ぶっちゃけめちゃくちゃ怖かった。なんていうか家の雰囲気がすごく怖かった。聞いているだけで、恐怖はもちろん、気色悪さまで伝わる文章である。しかし、これはまだ序の口である。いやいや奥に進むと、部屋はまさに子供部屋って感じの部屋だった。タンス、テレビ、ベッド、ぬいぐるみ、ロボットのおもちゃ、勉強机。奥の勉強机に子供らしい人影があったのでそれに向かって近づく。こんにちはなんて言いながら近づき、ね。よく見るとさ、人形だったんだよ。人形つっても手作りのような感じで子供ぐらいのサイズはあって洋服を着ていた。やばかったのは顔。無機質な布に黒丸が3つあるだけだった。マリオに兵法っていう敵キャラいるじゃん。あれを想像していただきたい。家の息子です。マジに血の毛が引いた。この家マジにヤバい。本当にヤバい。え?人形。ですよね?って言ってしまった。これがまずかった。はぁ、あ、何言ってるの?家の息子よ。ケン君。突然の大声とおばちゃんの表現ぶりに涙が出た。本当にヤバい。殺されるかもしれない。死にたくない。なんとか穏便に済まして帰ろうと思った。わかりました。わかりましたから。って言って、ケン君。お兄さんと勉強をしようか。って言ったらまたおばちゃんが似たってして元に戻った。当然ケン君は返事をしない。当たり前である。人形なのだから。勉強と言っても相手は人形なのでひたすら俺が人形に向かって喋るだけである。人形に4時間ひたすら喋り続ける。想像するだけで心身をすり減らす地獄である。ここからの4時間は本当に地獄だった。10分の休憩を入れても苦痛だった。ここは B 同士だから〇〇になるんだよとか、これは連用形だからうだねーとか4時間ひたすら一人でやる。おばちゃんはその様子を後ろでニタニタと眺めていた。本当に気持ちが悪かった。怖すぎる。なんだかんだでやっと4時間が過ぎた。じゃあ終わりにしよっかとケン君に言った。返事はない。当然である。人形なの、いかやく。お疲れ様。ありがとうございました。本当に気持ち悪い笑顔だと思いながら帰る支度をする。もう遅いしご飯食べていきなさい。いえ、来る前に食べたので大丈夫ですと言った。それにこんな気持ち悪い家で出てくるご飯なんてたまったもんじゃない。食べていきなさいよ。また怒鳴られた。
本当に怖い。気違いだ。でも殺されるかもしれないので、じゃあ、いただきます。と渋々了承した。その後、ダイニングみたいな場所に通されて椅子に座った。包丁を取り出し何か調理を始めた。包丁を取り出した時は本当にドキッとした。冷や汗だらだらだった。汚い鍋も取り出しそれで何かを煮込み出した。するとカレーの匂いがしだした。カレーか普通の飯でよかった。と心底そう思った。はい、どうぞ。汚い皿にカレーが盛り付けられていた。スプーンはコンビニでもらえるスプーンを再利用したものだった。いただきます、と恐る恐る食べる。普通のカレーだった。まずくもなく、うまくもなく。お口に合うかしら？はい、美味しいです。と怒鳴られるのは怖いので多少オーバーに答えた。そうよかったわ。今日は泊まっていきなさい。意味がわからなかった。なぜご飯を断れなかったのか。だって怖かったんだもん。いえ、そんな、悪いですし大丈夫です。と答えた。ケン君も喜ぶわー。ぜひ泊まっていって。大丈夫です。とまた答えた。泊まっていきなさいよ。ケン君がかわいそうでしょ。怖かった。でもこんな家に泊まるのはもっと怖い。殺される方がもっともっと怖い。選択の余地なんてなかった。泊まることにした。泊まるふりしてどこか隙を見つけて逃げることを計画した。俺はケン君の部屋でケン君と一緒に寝ることになった。こんな気持ち悪い人形と一緒に寝るなんて嫌すぎた。ケン君の部屋に布団を敷いてもらった。よかったわねー。先生と一緒に寝れてー。とか言っていた。本当に怖い。意味わからない。監禁じゃないですか。トイレはダイニングの隣だから、あと2階には行かないでね。とのことだった。まずはおばちゃんが寝静まるのを待ち、ケン君の部屋で待機していた。携帯電話を忘れたことを非常に悔やんだ。携帯があれば助けを呼べたのに。深夜になれば寝るだろうと深夜まで待つことにした。その時は10時半過ぎだった。特にやることもないので布団の中でうずくまった。気がつくと深夜1時。いつの間にか寝てしまっていたようだった。もうおばちゃんも寝ただろうと脱出を決行。カバンを持ち、玄関に忍び足で向かう。一歩。また一歩。心臓の鼓動だけが響いた。何をやっているの？びくう。もうね。死んだと思ったね。横を見るとダイニング扉の隙間からおばちゃんがニタニタと正座してこちらを見ていた。まさか、ずっとここで監視していたのか。体から血の気がさーっと引いていく。まさか帰るなんて言わないわよね。ここで俺はパニックになった。うわあ、なんて叫びながら奥へ走り出す。ケン君の部屋には人が出られる大きさの窓なんかない。家の階段を思いっきり駆け上がる。ドタ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 。扉が目の前に見えた。開ける。真っ暗。電気を探し明かりをつける。パッと周りが明るくなると。その部屋にはぬいぐるみ、人形がぎっしり。超絶怖い。そこで立ち往生していると。みたいな叫び声が部屋の奥から聞こえた。そこに目をやるとそこには頭がすごくでかく、目玉が飛び出しそうな人間、のようなものがいた。俺と目が合う。怖すぎた。漏らした。気持ち悪かった。パニックになり、窓を開けて2階から飛び降りた。痛みは感じなかった。恐怖がそれに勝りすぎていた。そのままダッシュで家に帰宅。その日は寝れなかったし、足がめちゃくちゃ痛くなってきて、翌日病院に行ったら左足が折れていた。その後そこから引っ越してもうそこには二度と行っていない。行きたくない。最後に見たあれは何だったんだろう。終わりです。イッチの恐るべき体験を聞いたスレミンたちは、様々な感想を述べ始める。障害者を閉じ込めてたんだろ。俺的にはあいつがケン君で、障害児だったから人形で現実逃避してたと思うんだ。怖すぎるわ。そこから引っ越したってのはその町からってことね。質問があれば受け付けるよ。その家の場所覚えてる？一応、正確な住所は忘れたけど。結局金はもらえた？もらえなかった。無事に帰れた代償ということにしてる。水筒症？そうかもしれないけどめちゃくちゃでかかった。爆発しそうなぐらい。怖かっただろうけど、多分ケン君は2階に閉じ込められてた子で間違いなさそうだな。真っ暗なとこにマジでずっといたのかな？久しぶりに人間を見て喜んでただけかもね。
考えれば考えるほど怖し。見つけた。やめて。それって何県？関東都だけ。恐ろしい話だな。とりあえず、一応つ。電話番号は変更した？着信拒否して、すぐ買いに行った。夜道で読むもんやなかった。歩きスマホはもうしないと決めたわ。もうないかな。じゃあ俺は寝るから。家庭教師のバイトはくれぐれも気をつけるんだぞ。じゃあな。久しぶりに怖い話で鳥肌立ったわ。マジで怖い。今、こうしてすれ立ててるってことは、イッチは生きてるんだな。ほっとしたわ。本当に怖いものは幽霊などの道の怪異ではない。本当に怖いもの、それは、生きている人間である。最後までご視聴ありがとうございました。生きている人間の怖い話はいかがだったでしょうか。ぜひ感想を聞かせてください。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。